こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も言いながら大相撲のセカプサスルマチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、本日の質問は滋賀県の40代の男性からです。はい、花道の奥が映ると付け人が関取の世話をしていますが、同じ力士が継続していることが多いですね。付け人はどう選ばれるのでしょうか。松武蔵さんは誰かの付け人をしたことがありますか、というこういう質問なんですが、うん、まあ確かにね、例えば貴景勝が映ったらとか照ノ富士が映ったら、そうですね、まあ力士が大体ついてますね。はい、付け人っていうのはね、本場所での世話ばっかりじゃなくて、うん、私生活でもね、世話してるんでね。あ、そういえば先場所もその遠藤の付け人だった人がね、引退されて、あ、そうです、もうずっとね、遠藤がね、うん、感謝のコメントみたいなこともありましたけどもね、うん、ずっとついてて、もう関取本人よりも、はい、関取の私物のことは知ってるぐらいのね、あの人多いですよ。そうしたら割と毎場所付け人が変わるっていうよりもある程度こう長期間にかかって、そうですね、まあたまにはこうリフレッシュって言いますか、うん、あの変えたり、まあ、関取が申し出るのか親方がするのか分かんないですけども、まあ、最初にね、はい、大体親方がね、はい、それ関取に上がった時に、はい、あのこう重量に上がったら大体2人ぐらいつくんかな、はい、うん、この力士とこの力士をつけるみたいな感じでね、うん、親方が大体決めて始まるんですけどね、うん、そうですね、うん、松武蔵さんはそしたらそういう自分の部屋の関取の付け人はしたことないんですか。そうですね、したことはないです、うん、あ、そうなんですね。はい、私は誰、じゃあ誰の付け人をしてたかというと、大体ほとんど、はい、あのしたことはあるわけ。いや、あの関取ではないですよ。だから誰の、あの大体もうあの幕下以下の力士は誰かの付け人につくんですよ。あ、誰かのというのは、いや、関取の誰かか、親方か。そう、だから私はその中で親方の付け人をずっとしてましたし、はい、まあ、ちゃんこ嬢になってから、あのメンバーとしては親方の付け人で、うん、はい、で、あのもう場所がない日はもう場所に行かずに、うん、あの部屋の食事の、うん、そしたら一応もうちゃんこ帳っていうのがメインの仕事に実質なってたんで、はいはい、その関取についてとかいうのはもうほとんどない、ないです。形の上では親方の付け人となってたっていうことなんですね。はい、それでね、まあどういうふうに、まあもちろんね、親方が、うん、あの誰か関取が出たら君と君がやりなさいっていうふうに、ね、するんでしょうけどもね、うん、どういう基準、まあ基準っていうのは親方がそれまでに見てて、うん、まあその何年かもずっと見てる中で、はい、この関取にはこういう感じをつけようと、まあ、親方も分かんないですよ、まあ、その付き人についた時にどういうことをなっていくかっていうのは、まあ、やっぱり日常の中でこう仲が良さそうだとか、そんなことも、そうでしょうね、うん、で、まあ、あの順番的にはね、武蔵川部屋なんかはね、もう大所帯の大きな部屋だったんで、大体幕下の力士が一人と、はい、3段目の力士が一人と、うん、で序二段の力士が幕内だったら一人ないしは二人、うん、っていうそのランクごとにつくことが多いです。あ、はい、そしたらあの序二段が3人とかじゃなくて、やっぱりその幕下ぐらいの少し兄弟子だったり、うん、地位が高い人がメインの付け人みたいな。やっぱり相撲はあの番付社会なんで、何も弟弟子でも幕下にいたら、その人がその関取の付き人頭になって、やっぱり兄弟子でも序二段にいたら、その関取の洗い洗濯物とかはその力士がします。洗濯物、一番下の力士が大体洗濯物係。そうです、そうです。でよくね、あの花道で座布団持って立ってる、まあ、あの大体三段目幕下ぐらいの力士の、うん、であのずっと関取について後ろを歩いてるのは大体幕下の力士が多いですね。例えばあのこう背中タオルでこすったりしてるとかもありますけどね。またあの関取との、まあ、ぶっちゃけの話、相性があるでしょうね、うん、やっぱりなんかこう勝負でこう弦を担ぐことも多いんでね、うん、どうもあの付き人がついてたらあんまりっていう時には親方にも感づいたり、はい、来場所じゃあ変えようっていうふうにも思ったりもするんじゃないでしょうか、うんうん、でもやっぱりね、こう信頼関係から成り立ってるっていう、それ全くその通りで、宿敵取りによってね、ボン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 ってこう、うん、それで力をつける力士もいますよ、うん、あの
その関取の付き人について仕事いろいろしてる中で、はいはい、まあ3段目幕下に上がっていくと関取とも親しくね、あの食事に連れて行ってもらったり、はい、なんかのお呼ばれがあったら、うん、関取について行ったりする中で、うん、だんだんこう私生活の関取の態度とかも 見て覚えるわけじゃないですか、うん、それでこう強くなる力士もいます。まあ、今はちょっとねなかなか一緒にあのご飯食べに来ることも難しいかもしれないですけども、うんねうん、やはりまあ常々関取を間近に見てるっていうのはまた勉強にもなるっていうことですね。こう相撲自体も当然見て、まあ、ひょっとしたらアドバイスっていうか今日のどうだったって言われて、うん、あそこもうちょっとこうした方がいいんじゃないですかみたいな参考みたいなこともね、できますしね、でなんかこの間先場所限りで辞めた高龍さんっていうね、一回十両に上がったあの方が、上皇龍さんと付き人をずっとやってたみたいで、もう先場所辞められた時のコメント的に、上皇龍とはもう家族ぐるみのね、上皇龍のお子さんとかおかみさんとかもよくこうしてくれて、あの家族ぐるみで付き合いっていきますか、やっていくだみたいなことを言ってました。はい、ちなみに上皇龍ちょっと幕下に、まあ、打ちちゃいました。そうですね、ヒットまた復活、ね、私結構応援してるんですけどね。あ、そうなんですか、はい、ということでいかがでしたでしょうか。まっちゃんねるでは皆さんからの質問をお待ちしております。それからね、実は私たちこの名古屋場所の9日目にそうですね、観戦しに行くことになっておりまして、はい、9日目の正面土俵の末席ぐらいですかな、もし見かけたりしたらぜひ声かけていただいたらと思います。まあね、ちょっと生中継とかそういうことはちょっとするねことはできないかとは思いますけど、またまたその、ね、見た感想とかレポートを、また報告であげたいと思います。話したいと思ってますので、はい、楽しみにしててください。本日もありがとうございました。また次回、さよなら。